本日財務省から文書を明らかにいたしました行政全体の信頼を揺るがしかねない事態であり行政の長として責任を痛感しております国民の皆様に深くお詫びを申し上げたいと思います国民の皆様から 厳しい目が向けられていることを真摯に受け止め、なぜこんなことが起きたのか、全容を解明するため、調査を進めていく、麻生財務大臣にはその責任を果たしてもらいたいと思います。その上で全てが 明らかになった段階で二度とこうしたことが起きることのないように信頼の回復に向けて組織を立て直していくために全力を挙げて取り組んでもらいたいと考えています。